めっちゃ茶髪に見える。こんばんは皆さん、初めてのセーター祭ありがとうございました。いやすいません、今思い出したけどまだツイートしてへんわ、ごめんなさい、ごめんなさい、めっちゃツイートしてない、全然遅くなっちゃう、ごめんなさい、ツイートしてない、まだすっかり。ありがとうございました生誕祭、ちょっとバタバタしててまだエゴサもできてない状況なんですけれども、ひとまず皆さんにね配信できたらと思って配信しております。こんばんは。アイスさほったらかしにしちゃってたから溶けちゃった、めっちゃ変な音だった、ごめんなさい。残りの寿司ねまだあるから今から食べようと思ってます。本当にありがとうございました。もうタンポポのコールもすごかったし、草食、まだ草食について生誕祭で話せてなかったんですけど、草食めっちゃ可愛くてめっちゃキラキラしててもう浮いてて可愛かったです。ありがとうございました。本当に全部持って帰りました、持って帰ります。今からお寿司、今からで、サーティワンもちょっとバタバタしてる間ずっと置きっぱなしだったからトケトケなの、トケトケ。そうこの時間にできるようになったのが嬉しくって、もう本当にありがとうございました。めちゃくちゃ感動しましたし、めちゃくちゃ楽しかったです。たくさんの大きなコールを本当にありがとうございました。泣きながら帰った、ほんまに楽しかったです。もう一瞬で泣いちゃいました。もう大きなコールと青とオレンジに溢れてて本当に嬉しかったです。めちゃくちゃ割れるんちゃうかぐらいの大きなコールをありがとうございました。生誕ティーの方も多くて真っ黒でした楽しかったです。うん、お見送りも泣いちゃったよ。もうめっちゃほとんど全員の方がおめでとうって言ってくれて、もう幸せやなって涙が溢れました。DMM されましたか？全然さ、あのスピーチ言いたいことの3分の1しか言えなかったんですけど、でもめっちゃ長くってまたどこかにスピーチ全文バージョンを上げたいと思ってます。はいね、16年 ×2 だったんですよ。まさかさ、あんなに32とは思わなくて、もう嬉しかったです。めっちゃもうボロボロに泣いちゃいました、嬉しすぎて。素敵な思い出をありがとうございました。本当にソーシュクもね、写真まだ上げれてないんやけど、めっちゃ可愛くって、しかもあのもう私の好きなものが詰め込まれててめっちゃ可愛くって、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。タコもいました。そうそう、タコもあって、本当にブログかアクティビティかに載せます。でも多くの方に見てもらいたいからブログかな。にゅうみさんのお手紙も嬉しかったです。めっちゃありがとうございますって連絡したいと思います。連絡先は分かんないけど本当に
ありがとうございます、ありがとうございます。え、2本目は今日で、ありがとうございます。かわいい、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。もう本当に嬉しくて楽しかったです。装飾もめっちゃ可愛くって、遠くからも近くからも皆さん来てくださってありがとうございました。よしみん通信、よしみんシマウマになる嬉しかったです。うちはもう本当にありがとうございます。もう本当に素敵な時間を作ってくださって、私も一緒に作れて嬉しかったですし、こんなにも幸せなことはないというぐらい幸せでした。そう、みんなさん優しくて、みんな入った方ほとんど全員がペンライト企画してくださってて、もう綺麗でした、めちゃくちゃ、ありがとうございます。よしみんコールもめっちゃでかくて、でかくてでかくて感動でした。泣くの早すぎたよね、ほんま団結すごかった、ほんまに嬉しかったです。めっちゃ浴びました、よしみんコール、めちゃくちゃ嬉しかったです。本当にスピーチほんまに真っ白になるやろなと思ってたけど、ほんまに真っ白になりましたほんまにね、装飾もほんまに素敵で、めっちゃ派手で嬉しかわいかって、なんか浮いてて、浮いてましたねお寿司食べます。もう余韻から冷めないです、今でも聞こえますもん。もうほんまに幸せでした。うん、あ、丁寧です。そうなんだ、寝生隊員の方もなん、朝から晩まで長い時間ね、私のために考えてくださって嬉しかったです。めっちゃ、本当に、まあまあみんな死ぬそう、ほんまにあれ面白くって、てんなちゃんのいつか公開したいぐらいなんですけど、ほんまに面白い、さすがてんなちゃんって感じで、うん、本当にありがとうございます。今日来れなかったよって方もぜひまた DMM 配信も見てくださると嬉しいですね。配信の裏でもきっとコールをしてくださってたんじゃないかなと思うぐらいパワーが飛んできてありがとうございます。カメラ目線できてたかな、結構意識したつもりやってんけど、今日はこんな時間ですが、アイスも白ご飯も食べちゃいますセンターさん終わったから。でもセンターさんの時もよりもむくみが取れて終わった時が一番顔すっきりしてるの悲しいよね。もう一回なんかほんまに楽しかったです。
もう余韻から覚めれない。今日はもう多分寝れない。ありがとうございます。うん、あ、そう、生誕祭の時だけのあのキャン待ちの入れなかった方のモニカの方のお見送りだけの方もいらっしゃって、まあ、それだけのために長い時間経ってさ、モニカしてくださってたと思うと泣けますよね。ありがとうございます。何て言ったらデンちゃん。そうなんや。寿司は寿司。スピーチ全然持ってたことと、もっと話したいことあったし、伝えなかったこともいっぱいあったけど、まあ気持ちが伝わればいいなって思います。ちょっと早急にまたツイート、本当にやばくて、もうほんまに写真めっちゃ大量ですし、縦長の横断幕も横長のもあってね、本当にありがとうございます。素敵な装飾。ね、うちわも作ってくださってありがとうございます。あー、そうなんや、モニカ最前でありがとうございます。立ってるのに。お菓子ありがとうございます。本当にありがとうございました。はい、もう本当に一生の宝物です。16歳の1年もよろしくお願いします。楽しかったです。みんながツイッター上げてくれてますね。そう、生誕祭の方が全員分のお花、全員分に加えゆうみさんの分とかも用意してくださってて、お花ありがとうございます。優しい。タコハートありがとうございます。よしみん通信。まだよしみんシマウマになるしか見えてないので、またゆっくり見ます。手紙は先輩かなとは思ってたけど、まさかユミさんとは思ってなかった。先輩かなとは思ってたけど、ではそろそろ終わりたいと思います。少しでしたが公演後の配信ができて嬉しかったです。また明日ゆっくり配信します。明日は配信は昼か午前中か昼ぐらいになります。本当にありがとうございました。もうひたひたです。ありがとうございました。皆さん気をつけてお帰りください。はぁ、あ、やばいです。アドレナリンでいくらでも食べれそうなぐらい。ありがとうございました。本当に楽しかったです。ありがとうございます。はい、では終わりたいと思います。あ、すいません、誕生日できないけど、タワーありがとうございます。友和さんから日本分のタワーありがとうございます。ブヒアマブヒオさん、ミレポンさん、カツラさん、スティッチさん、ヤスさん、ヤマトシさん、エフさん、コウさん、コバトンさん、アツキュンさん、ミョンさん、ヘイハチさん、トモカズさん、ありがとうございました。ありがとうございました。またね、本当にありがとうございました。感謝でいっぱいです。お疲れ、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 バイバイ。あ、お疲れ、お疲れ。
ではでは、またね。よしみになろうかな、なってください。またねー。